ちゃ、こんにちは。はい、さゆだかさん、はい、このところちょっとトレードがポポンとそうだなありました。どう、まあ、昨日は、はい、長野のね、そうです、いやほっこりするニュースだったな。いやなんか全野球ファンが嬉しくなるような、まあそうだな、はい、まあ長野もね、はい、なんかこう猫かぶってるような一生懸命やってるんだけど、うん、ちょっとジャイアンツの時とは違うかなっていうような表情でやってたけど、はい、うん、またなんかこう新たな長野が見れるような、そうですよね、はい、その動画ももうすでにアップされているので、はい、ぜひ皆さんご覧ください。そして同日同じ日にもう一つ、はい、緊急トレード、そうだな、ありました、はい、日本ハムファイターズ佐藤龍生選手と埼玉西武ライオンズの山田遥選手、はい、トレードが成立ということで、まあ、佐藤はあの西武からな、あ、そうなんですよ、日本ハムにトレードされて行ったんだけども、はい、またまた戻ってくるというね、はい、まあ、お互い元気なんだよね、元気印という、あ、そうですよね、まあ、で、うん、同じ内野手という、はい、ね、帰る必要あったのっていうような感じがするけども、はい、まあフェニックスリーグで新庄監督が視察に行った時に、はい、まあ、佐藤を見て激高したという、そのそうですね、その一人なんですよね、何やってんだと、はい、いうようなことでね、厳しさを見せて、うん、で、まあこの度トレードになったと、はい、で、まあ山田の方は、うん、まあいろいろ、まああえてあんまり言わないけど、はい、まあ、週刊誌報道があったりとかね、はい、まあいろいろして、まあ、彼が悪いのではないのかもわからないけども、うん、まあ、源田夫婦に対してね、はい、まあ、いろいろあって、うん、で、まあ、源田のみんなの前で言ったのは、彼から野球を奪うことだけはしてほしくないという、はい、まあ、源田の優しさだけどもさ、うん、まあ、それでやっぱ同じところではできにくいよね、やりにくいよね、多分本人が、いや、ちょっと肩身の狭い思いするというかさ、はい、まあ、居場所がないというかね、まあ、そういう状況になってしまってたから、はい、まあ、そういう意味ではすごくいい、まあ、環境を変えてもう一度頑張るというね、はい、まあ、お互い本当にチームのムードメーカーになれるような選手だしね、はい、で若くて元気もあるし、だから今後に期待ということでね、うん、見ていきたいと思うけども、はい、いやだからこのトレードがどうのこうのっていうか、うん、まあお互いに戦力だとして、はい、まあ、考えたとしたら、うん、若手で有望というかね、そうですよね、うんうん、両方右打ちだしね、はい、で渡辺亮とか出てるし、うん、右打ちのね、だからそういう意味では、まあ、内野手で、右打ちでという、だからまあいいんじゃないかなと思うよ。おお、あと佐藤龍生選手って若干その、あの西武の森選手にちょっと似てるような感じも私はしたんですけれども、うんうん、まあ確かに突っ張るのはいいんだよ、はい、人としてね、うん、まあ若い時しか突っ張れないし、うん、で突っ張ってもいいんだけどもさ、まあある程度、はい、やっぱ自分の立ち位置だとか、うん、やっぱ謙虚さっていうのが、はい、やっぱこういいプレイヤーには出てくるよ、うん、だからそういう意味ではちょっと謙虚さという意味でね、もう一度こう何か勉強した方がいいと思うよ。あのね、荒削りなやつとか、はい、こう態度が悪いやつに、まあ態度が、まあ、いいとは言えないな佐藤はな、まあ、そういう人に対戦した選手ってなかなかいないんだよ、やっぱりこう神戸を垂れていくんだよね、で謙虚さがあるんだよやっぱみんな、だからそういった意味では俺も謙虚さがなくて、うん、どんどん行ってなんか最後ガツンみたいなやられるけど、はい、だけど俺の教訓からするとね、やっぱりこうある程度謙虚であり、聞き入れるという、はい、そういう姿勢を持っといたら、彼なんかはすごく素質もあるし、はい、でもちろん山田もそうだしね、はい、そういったところをもう一度こう考え直してね、はい、やっていくといいかなっていうふうに思うよね。うん、これどちらから持ちかけたりとかしてたんですか。まあどちらかとも泣くじゃないの、まあ、分からないよまあやっぱ激高して、はい、まあ、新庄監督っていうのは、はい、やっぱそういうところは許さないというか、やっぱ態度が悪かったりだとかね、はい、そういう野球に取り組む姿勢が、まあ、あるんだろうけども、そういうこう見えなかったという、そういうことに関してはもう厳しく罰する監督であるよね、うん、はい、だからどちらかともなくということじゃない。あ、球団としてはすごくあったかい、うん、はい、逆にねまだ野球をやらせてあげようという、うん、ここじゃできないだろうっていうね、うん、まあ心情的なことも考えて、はい、まあ、このトレードに至ったとは思うんだけども、うん、まあ、長野からの流れかもわかんないけども、はい、まあ流れじゃないな、同じ日だから、うん、
まあ、ほっこりするようなね、はい、で、まあ、若手と若手 の, このトレード、うん、まあ、頑張れよみたいな、はい、まあ、そうい う, こう応援していく、応援したくなるようなね、はい、トレードであるよね、うんうん、だから悪いことではないと思うけどもね。そうですよね、はい、お互い。で、佐藤龍生選手はまたじゃあ西武に戻って、どんな活躍を豊さん期待したいですか、まず。まあ、三塁手、まあ、例えばおかわり君が、まあまあ、高齢だしね、はい、で三塁手というところで言えば、まあ、打たなきゃいけないよ、打たなきゃいけないけども、まあ、守れたりだとか、はい、まあ、するかなっていうふうには思うけどね、うんうん、だけどこれはもうどこのポジションというよりも自分でもう掴み取っていくしかないし、別にレギュラーじゃないわけだから。そうですね、これからやっぱレギュラーを掴むために、はい、やっぱもう遊んでる暇はないし、うん、突っ張ってる暇ないよ、うん、もうノック受けるんだったらもう猫背になってこうやってやるしかないし、はい、バッティングでもこんな突っ張って打てないし、うん、ね、だからもう神戸を垂れてやれと。そうですね、いうことだよね、うんうん、一方で山田選手は日本ホームもう北海道行って新鮮な空気を吸ってちょっと体内の空気を入れ替えろと。そうですね、うん、ものすごくやっぱりこう肩身の狭い思いし、うん、まあ、ストレス、自分の元気まで奪われたと思うよ、はい、ね、そういうことだったと思うけども、うん、やっぱこう心機一転ね、はい、あの出直すのに遠慮いらないし、はい、そういう肩身の狭い思いというか、うん、後ろめたさっていうのはもう吹っ切って、はい、まあ、ちょっとやってほしいなっていうふうには思うけどね。そうですね、また日本ハムっていうあのチームの雰囲気も、まあ、厳しさの中にもやっぱり、いや厳しいよ、まあ、そうですよね、新庄厳しくなってるから今誰が一番、いや12球団一番厳しいと思うよ。そうですよね、抜けないよあそこは、うん、そうですよね、抜いたら口が、昔は手が出たって言うけども、はい、口より先に手が出るみたいな、もう口より先に首になるから本当ですよね。いや本当に、だからまあそのぐらい厳しい球団に行くしね、だからでもやれば、本当に真面目に紳士的にやればね、はい、真摯にやれば新庄監督は使ってくれるし、はい、うん、で戦力になると思ったら大事にしてくれるし、うん、だからまあそこらはプロ意識としてはっきりしてるからね、新庄監督はね、はい、まあ、いい球団に入ったと思うしね。そうですね、だから新庄監督も、お前もう気にすんなと、うん、ね、終わったことだと、うん、まあ、そういうことも声かけてくれると思うしね、はい、だからやりやすいとは思うけどね、自分の雰囲気としては。まあでもね、やっぱ環境が変わってくれてほっとしてると思うよ、本人が多分一番そうかもしれない、ね、そうそうそう、でも野球をやるね、まあ、源田が彼から野球を取らないでくれって言ったように、はい、ね、その言葉っていうのはものすごく深くて、うん、ね、その分がやっぱこう源田の気持ちにも応えられるように、はい、やっぱ頑張ってほしいなっていうふうに思うけどね。そうですね、そこで応えてほしいというと、うん、そしたら源田もやっぱこう言いたくなかったと思うんだよ、いろいろね、うん、言いたくはなかったと思うんだけども、でも結果そういうふうなことになってしまって、うん、でも山田が北海道で頑張れば源田もほっとするし。そうです、ね、だからみんなのためにやっぱ頑張れということだ、うん。そうですね、で北海道のファンっていうのはあったかいし、はい、あのやったら受け入れてくれるから、うん、あのそれを目標に、うん、ね、誰を喜ばすんじゃなくてファンのため、人のためにやってごらん今度ね、はい、うん、そしたらあの力も湧いてくるよ。そうです、うん、それと元気はなくさないように、うん、ね、で佐藤は車のスピードは緩めにしろって、はい、法定速度は守ろうと、まあ、法定速度ね、ね、危ないじゃない、危ないじゃない、ね、だからあの、まあ、そういうこともね、はい、まあ、謙虚に、いろんなことを謙虚に捉えて、はい、感謝を持って、うん、あのことを進めていけば間違いないから、はい、ね、だから頑張ってほしいなと思います。新日で、うん、はい、応援してますよ、応援してます、はい。